深淵を見る覚悟があるのか？トラブルダークネス、トゥループリンセス。闇の一件も落ち着いたし、やっと平和な日常が戻ってきたって感じだな。今日はゆっくりするか。そんな一人でお昼寝なんて寂しいじゃないですか。言ってくだされば添い寝でもそれ以上でも。あっ、もしかしてあえて誘ってました？そんなわけあるか。まったく全然休めないじゃないか。だいぶお疲れみたいですね。ああ、さすがにね。ここしばらくドタバタ続きだったから。そうだ、それならちょっと待っててくださいね。ん？はい、どうぞ。え、何これ？宇宙植物を煎じた特製の栄養ドリンクです。ちょっと見た目は悪いですけど効きますよ。ちょっとね、今まで見た中で最悪というか、とても飲み物には見えないけど。でもせっかくモモが作ってくれたんだしな。目をつぶって、えいっ、まずい。でもここまで来たら。ああ、リトさんいい飲みっぷりですね。リトさん？体が中から熱い。早速効果が出てるみたいですね。
もともとはデビルーク星人用ですけど、きっと地球人にも。あれ？これもしかして賞味期限が半年も前に切れて。ドリンク、もっと持ってこい。こんなんじゃ全然足りねえぜ。リトさん、ほらほら、早くしろ。リトさんがオラオラ系に、これはこれで新鮮な。早くし、これは壁ドン。リトさんの野生がそこまで目覚めるなんて、うん、で、あら、リトさん、リトさん、わ、リトさん、リトさん、起きろって。ユーキリト、目覚めなさい。まぶしい。人騒がせな。いきなり倒れられたから驚きましたよ。どこかぶつけてませんか？痛くないですか？痛くはないかな。本当にすみません。私のお渡ししたドリンク、地球人の体質には合わなかった上に賞味期限が切れてたみたいで、一時的に体細胞が活性化しすぎて耐えきれずに倒れられたんだと思います。でも目が覚めてよかった。本当によかったよ。たく、モモの生徒はいえ姉上にまでこんなに心配かけて、ちゃんと謝れよな。私だってちょっとはその心配したけどさ。ああ、そのごめん。まあ分かればいいよ。ところで、君誰？か、ここどこ？ちょっとリトさん、冗談でも言っていいことと悪いことが。あ、いや、わかるぞ。ここは俺の家で、みかんだろ？ララに、モモ、ヤミと、なんで私だけ忘れてんだよ。ナナだよ、ナナ。ああ、そうだ、ナナ。あれ、そうだよな、みんな宇宙人でうちに来て。ちょっとリトさん、もしかして本当に
だ。なんだか頭の中にもやがかかったみたいで、みんなのことを思い出そうとするとダメだ、ぼんやりしてよくわからない。すみません、ヤミさん、ミカド先生とティアユ先生を呼んでいただけますか。これはもしかすると。検査の結果が出たわ。詳細な原因はわからないけど、一時的な記憶喪失。マジかよ。検証の結果、みんなが誰なのかというあたりまでは覚えているみたいだけど、ただ一緒に過ごした時間、特にここしばらくのことはほとんど忘れちゃってるわ。リト、それから採血して分かったのだけど、細胞の一部に不自然に活性化した痕跡があるわ。それってやっぱり私のドリンクのせいで。ええ、おそらくは。たく、何してんだよ。ごめんなさい、私が余計なことしなければ。ママ。でもさ、これはちょっと覚えてるんだけど、モモが俺を心配して何か飲ませてくれたことは覚えてるんだ。それで体がカーッと熱くなってさ。あれ、薬か何かだったんだろう。だったら俺を心配してくれたわけで。だからそんな謝るようなことじゃないって。リトさん。そうそう、みんな宇宙人なんだよな。あんまり詳しいこと覚えてないんだけど。それになんかこういうトラブルみたいなことってしょっちゅうあった気がするし、みんなそんな心配そうな顔しなくていいって。そのうち治るんだろ。そうなんですか先生。おそらくは。ただ前例がないだけに何とも言えないわね。そうね。ああもう、相変わらず外れのくじばっかり選んで引くようなやつだな。ユーキリトらしいといえばそうですが。とにかく私の方でも治療法は探してみるわ。何がきっかけで思い出すかわからないから、みんなも協力してね。わかりました。では今回の責任を取って、まずはキスから試してみましょう。こら、何してんだよ。ここはベタだけど、王子様のキスで記憶を取り戻そうかと。誰が王子だ。そんなの自分に都合よくリトで遊んでるだけだろ。クイックセーブ開始。別に遊んでるわけじゃないわ。これはこれでチャンスと思っただけ。おい、心の声漏れてるぞ。大丈夫、みんなの空気が沈んでるからわざとやってくれたんだろ、モモ。わかりづらいんだよ。とりあえず春菜さんや学校の皆さんには現状を伝えておきますね。このままではさらなるトラブルになりかねませんし。うん、リト大丈夫、きっとすぐ思い出すよ。そうだな、なんとかなるだろう。
そんなわけで俺はここしばらくの記憶をなくしてしまったらしい。家のこととか勉強のこととかその辺は割と覚えてたんだけど、俺と俺を心配してくれる人たちのこと、そこがすっぽり抜けてしまった。でもそれって一番大事なものだった気がするんだ。目を閉じるとぼんやりと浮かんでくる誰かの笑顔、あれは誰だったんだろう。一人なのか？うん、ちょっと商店街に探し物に来たんだ。そうだ、リト先輩も手伝ってよ。え、俺？うん、一人より二人で探した方が早いでしょ。まあそれなら手伝うよ。からそんなくっつくなって。いいじゃん、くっついて探そうよ。歩きにくいってば。先輩とデート。もう俺は探し物を手伝ってって言うから。ってそういえば何を探してるんだ？ペロペロ。え？だからペロペロだよ。ペロペロ？ペロペロって言ったらメアの場合。先輩、ペロペロして、それともペロペロしてあげよっか。急用思い出したから帰るな。そんなのダメだよ。一緒に探してくれるって言ったのに。だからってペロペロは。あった。え、すみません、これください。ペロペロってキャンディ？そうだよ、この前闇お姉ちゃんに教えてもらったんだ。先輩、何のことだと思ったの？あ、いや、なんでもないから。ん？あ、先輩もペロペロする？甘くて美味しいよね、一緒にペロペロしよう。ごめん、やっぱ今日忙しいから。それじゃ。先輩、やっぱり面白くて素敵。
お、ラーラだ。テレビ見てるのか。今だよ、京子ちゃん。いっけお仕置きよ、マジカルフレイム。あ、この番組って、爆熱少女、マジカル京子だよ。あ、ダメだよ、京子ちゃん、油断しちゃ。ずるい、影にもう一人隠れてたなんて。いや、テレビにそんな文句言ってもな。そんなに興奮すると右から来るよ。そこでパンチ。うくっ、ナラのやつ、テレビに夢中でこっちが見えてないのか。今だよ、京子ちゃん、捕まえて。え、うわ、ナラに羽交い締めにされて、って俺は敵じゃないぞ。大丈夫、抑え込めば敵も技を使えないよ。俺、技なんて使えないから。どうしよう、この状況。このままじゃ、ナラに締め落とされちまう。やってられるか。おい、ナラ、そこ、キック。今だよ、とどめの一撃。いっくよ、みんなまとめて燃やしちゃう。エクストリームエクスプロージョン、こら。うわ、ミカ、テレビ見えない。もう、ララさん、テレビに夢中になるのはいいけど、もうちょっと静かにして。ほーい。リトも、わかった？はい。っていうか、俺のせいなのか。ねえ、みかん、みかんも一緒にマジカル京子見ようよ。今日1時間スペシャルなんだって。え、私まだ宿題が。大丈夫大丈夫、後で手伝ってあげるから。もう、じゃあちょっとだけ。みんなララには甘いな。ま、なんとなくそうしたくなるのはわかるけどさ。仕事じゃないの？うん、さっきロケが終わって珍しく半日お休みなんだ。帰る途中でリト君を見つけたんだけど、これって運命だよね。そんな大げさな、俺ただ歩いてただけなんだけど。いいからいいから、せっかくだからデートしよう。俺は別に構わないけど、でもアイドルとデートなんてなんだか緊張するな。そんなの気にしない気にしない、一人の女の子として見てもらえた方が嬉しいし。そんなこと言ってもな。とにかく変に気を使う必要なんてないから。それに堂々としてれば意外とバレないって。そうだといいけど。うん、さ、行きましょう。
を使わないって言ったでしょ。これファンにバレたら大変なことになるんじゃ。かったけど、やっぱり周りにバレないかって緊張したよ。ごめんね、私も結構慣れちゃったからやっぱりすごいな、ルンは。何度今度言ってちゃんとアイドルしてるんだし。そうだ、 CD 買って帰ろうかな。ルンの出たばっかりなんだろ。うん、嬉しい。でも私の歌が聴きたいなら言ってくれればいいのに。リト君のためなら一晩中でも歌ってあげるよ。で、ちか。ねえ、これから二人きりでプライベートコンサートしない？歌だけじゃなくって私のいろんな声聞かせてあげる。ごめん、今日はここまで。またね。ああ、リト君待って。なんか今日はやたらと人が多いな。あれ、人だかりができてる。マジカルフレイム。お、女の子が炎を出してる。本日も燃やして解決。え、京子ちゃん、これってドラマの撮影？へえ、撮影ってこんな風にしてんのか。撮影終わったんだ。なんかいいもの見られたな。後でララに話してやろう。やっぱりリト君だ。え、京子ちゃん、もう見てたんなら声をかけてくれたらよかったのに。それは、その、どうしたの？俺と京子ちゃんって、その、知り合いだったの？え、あ、そういえばルンが言ってたっけ、リト君って記憶喪失なんだっけ？京子ちゃんのことも、名前と顔はわかるんだけど、京子ちゃんは有名だから知ってるだけで、知り合いだって思わなかったんだ。なるほどね、それじゃ仕方ないよね。ごめん。あ、リト君が謝ることじゃないよ。でも、そっか、全部忘れちゃったんだ。あんなことがあったことも。何があったのか教えてくれない？あんなすごいこと口に出して説明なんてできないよ。そんなひどいこと俺ってしちゃったの？冗談だよ。ごめんね、ルーンを通じて何度か会ったりした程度。そうだったんだ。だからそんなに気にしないで。ありがとう、そう言ってくれると助かるよ。あ、でも忘れちゃったお詫び代わりに、これから私とお茶しよう。え？私とリト君に何があったかちゃんと話してあげる。
そうだね、俺も知りたいし。でも俺なんかと、そのいいの？もちろん、だって私もリト君のこと興味あるから。どういうこと？ルンが気にしてるのもあるけど、私もリト君のことちょっとね。いつの間にか部屋が得体の知れないものでいっぱいになってるぞ。お、ララの書き置き？何に？発明品を整理するからちょっと置かせてと。まあちょっとぐらいならいいか。お、ベッドの中にまで。なんだこれ、ララの発明品だよな。あんまり触りたくないけど、さすがに邪魔。うわっ、なんだ。あなんか声が変。声だけじゃない、これ胸ってことは奈良の発明品のせいか。リトさん、何か悲鳴が聞こえましたけど。モモ、あら、リトさん、なんでまた女の子に。そうなんだ、これってどういうことだ。ああ、そこからですね。お姉様の発明品にコロコロ男女くんというものがありまして、使うと性別が入れ替わっちゃうんです。それってこれ。そうそう、それです。起動しちゃってますね。これって元に戻れるんだよな。もちろんですよ、しばらくすれば勝手に元に戻るはずですよ。はあ、よかった、ずっとこのままかと思った。大丈夫ですよ、それだとみんなが困っちゃいますからね。俺が一番困ってるよ。元に戻るまで家でおとなしくしてよ。それならちょうどいいですから、お勉強しましょう。え、勉強って何の？リトさんは女の子についていろいろ知識不足だと思うんです。だから女の子の体についてリトさんの体を使って具体的かつ実践的に学びましょう。具体的にって？女の子がどんなことに気をつけてるか手取り足取り教えちゃいますね。まずですね、リトさんは女の子の体がどれだけ敏感で繊細かを知る必要があります。例えばここはただの脂肪の塊ではないんですよ。やめ。リトさんは事故で触ることが多いですけど、本当はすっごく大事に扱わないとダメですよ。こんな風に。リトさん、いい
そくしちゃいます。次は女の子にとってもっと大事なところのお勉強をしましょうね。こんな勉強あるか。あ、待ってください。癒される。いろいろあって疲れたからな。ミト、え、うわっ、あ、いや、そ、なに、いいから出てけって。なんで恥ずかし、いや、じゃあ俺が、ちょっと待ってよ。あんなに慌てて出ることなかったのに。いや、それはララの方こそゆっくり入ってればよかったのに。でもそれじゃ意味ないもん。何が？一緒じゃなきゃっていうか。それでリト、何か思い出したりしなかった？え？今のそのお風呂のことで？お風呂で私初めてリトにその、え、俺なんかやらかしちゃったの？それが私たちの出会いだったんだよ。あの時もリト、すごく慌てちゃって。ごめん。今更だけど謝る。全然記憶にないや。ほんと、ごめん。俺、一体どんな生活してたんだよ。